あれ？何してんだ、親父。匠。今日お前に会いに来たやつがいただろう。SW20 ってずんぐりした車で。なんで親父が知ってんだ？そいつとやる気か？挑戦されて逃げるの嫌だし。お前、負けるぞ。親父、昨日アキナの86のところに行ってきた。そうか。いよいよ藤原の息子とやるか。え？知ってんのかよ、親父。ああ、ちょっと因縁があってな。甲斐、86に勝つためのいい作戦がある。行くのか？うん。そうか、手ごわいぞ。向こうは一つだけアドバイスしてやる。どういう風の吹き回しだよ。いいから黙って聞け。一遍しか言わねえぞ。仕掛けるポイントはラストの端の区間だ。その時相手は絶対にお前の前にいるからな。そんなことわかんないだろう。よく聞けかい。相手は藤原の息子だ。ものすごい技術を持っているはずだ。バトルに勝つには技術プラス戦略が必要になってくる。藤原の息子に勝つための作戦をお前に教えよう。まず相手に先行させろ。え？気は確かかよ。そんなバカな作戦はごめんだ。自分より早いかもしれないと思うやつに先行されたら、その時点で負けも同然だ。まともに考えたら抜き返すことは絶対に無理だ。確かにまともなやり方では無理だろう。だからこそ戦略なんだ。え？いろは坂には時としてインベタのさらに内側にラインが生まれる。それをやれっていうのか？いいのか親父、車がどうなっても知らねえぞ。いいんだ、やれ。後から追い抜くのはボクシングで例えれば KO 勝ちだ。誰の目にもはっきりとわかる決定的な勝ち方にあえて今回はこだわってみろ。いいか、かい。仕掛けるのは中盤を過ぎてからだ。そこまでは何が何でも食いついていけ。